愛知のダラダラジオ。はい、ということで今週も始まりました、愛知のダラダラジオ。先週から Google フォームをね作りまして、まああのコメント欄とかに書きにくいことはそちらでもトークテーマとか相談あったらどうぞっていう話をしたら、100件以上の方からですねのコメントというかいただきまして、ありがとうございます。びっくりした。ちょっと来るかなと思ったけど、そんなに来ると思わなかったんでね。でせっかくなので、あのメインテーマは今回ちょっとね、あの見や映ってるやつを話していくんですけど、せっかくなので一つ先にねお答えしていきたいと思います。ちょっとラジオっぽく言っていいですか？いきますよ。静岡県の、ラジオネームさやさんからいただきました。ありがとうございます。簡単に相談を、ね、読ませていただきますと、一人っ子の方でお父様お母様が中1の時に亡くなられてるんですね。でお父様に憧れて、県外の大学に行きたいという目標を持っている高校1年生の方です。ただそれをお父様に話すと、きつい言葉で大反対されますと。受験まで約3年、まだ時間はありますが、今の状態では勉強する意味とは…と思ってしまって、モチベーションが下がる一方です。どうやったら説得できると思いますかという相談です。ありがとうございます。まあ、読ませてもらって率直に思ったのはですね、これ、まあ、志望校もそうですし、例えば普段自分の動画で勉強してくださってる方の中にも、親御さんから理解してもらえない方っているんですよ。あの何スマホ見てんのって怒られて、いや勉強してるじゃんって、 YouTube で勉強できるわけないじゃない、ちゃんとやんなさいよみたいなね言われたりする方も結構いるんですよ。今でもだいぶ減りましたけど、前よりは。でもいらっしゃってて、で多分その方たちに言う答えと同じです。もう結果で見せるしかないっていう、うん。であと本当は2つ見せるものがあって、まず1個は結果、分かりやすい。例えば勉強してって、ここまで模試とかの成績が上がったと、ここまで上がった、努力してるからって努力してるものを見せる、結果としてね。であとはやっぱり努力してる姿を見せるっていう、これはセットで揃うといいのかなと。まあ自分もね人の親なので、まあなんだろう、やっぱ子供のことを考えた時に、まあ いろんな親御さんがいるからね、自分みたいな考えじゃないかもしれないけれども、やっぱ心配だったりとか、どうしてもまあ親御さんによっては自分の意見を押し付けてしまう方もいらっしゃるので、うん、だけどやっぱりね折れるというか、親御さんが折れるパターンもあるわけ。もう根負けしたわみたいな。でそのためにはやっぱり口だけで頑張るからって言ってもしょうがないよね。行動で見せなきゃいけないし、でそこにプラス結果で見せないと、うん、ああこの子本気なんだなって、うちの子本気なんだなっていうのを見せないと、やっぱそれは、難しいのかなと。逆に言うとそこができると、説得はしやすくなると思っておりますので、まあねそんなのは分かってるよという答えだったかもしれないんですが、まあ、ぜひぜひねそこを武器にというか、そこをまず見せてもらえたらと思います。はい、ということで、今回のねメインテーマいこうと思います。まあそこに書いてありますけれども、今回のメインテーマはですね、期待されたくなかったっていうテーマです。で今回は自分の学生時代の話を少ししていこうかと思います。まあ書いてある通り、私はですね期待されるのがすごく嫌いでした。嫌いというか苦しかったんですね。で一番、あ今はそんなこと思ってないんですよ。あのごめんなさいね、これまたね間違うとか母親の話なので、そう、 うちのおかんショック受けるかもしれないから、おかん先に言っとくよ、今は何とも思ってない。中学の時の当時の俺が思ってただけだからね、気にしないでね、はい、たまに聞いてくれてるんでね俺の動画ね。そう、 うちはですね妹がまあ障害者で、まあ、2人兄弟なんですけど、まあ、妹が障害者だったのと、あと、まあ、父が多忙でなかなか家にいなかったので、まあ、母と自分、母親とねおかんと自分の距離がすごく近かったんですよ。で、まあ、仲も良かったし、でちっちゃい時から、まあ、なんていうのかな、まあ、妹障害者だし、で今よりももっと社会的にさ障害者の理解がなかったので、結構まあいろんな、誹謗中傷じゃないけど、まあ、いろいろあったのよね。で絶対おかんは苦しんでたし、それに苦しんだの苦しかっただろうし、うん、でその中で、まあ、なんだろうな、いいお兄ちゃんでいてねというかさ、妹ね、妹を守ってねみたいな、そういうのを言われてたから、あそういうお兄ちゃんでいなきゃいけないんだって、まあ何も疑うことなく、それも別にそこは苦しくなかったから。そうそう、だってみんなはねああだこうだ言うかもしれんけど、それでもね唯一血のつながった妹だし、そう俺は妹好きなんで普通に、そうだから何と思ってなかったんだけど、でもだんだんこう中学に上がって
て、でその自分がね学校の状況がちょっといじめとかあってさ苦しくなってしまった時に余裕がなくなっちゃって俺に、でそこにまあ妹はね、そうなんていうのかな、まあ障害もある、知的障害もあるからさ、例えば将来独り立ちして一般企業で働くとかは絶対無理だからさ、進学もできないし学校の勉強できないから、学ぶっていうこと行動ができないからさ、そうだからやっぱり自分に期待が来てるのも分かってたから、それは、うん、別にそんなにガミガミ言う話ではないからね、そういうおかんではないんだけれども、なんか期待されてんだろうなって分かんない、もしかしたら俺の勘違いだったかもしれないんだけれども、でも当時はすごくそれが余裕がなくなってたから苦しくなっちゃって、本当にほっといてほしかったし、ほっといてほしかった、そうだな、でもね、すごいわがままなことを言うと、ほっといてよって思うんだけど、ほっとかないでよっていうのも思ってる自分がいるのも分かってたんだよね。すごいわがままでしょ。そうだからなんていうのかな、干渉しないでって、もう好きな好きにさせてよ俺のって思ってるくせに、でもなんていうのかな、なんか気にかけててよっていう俺のこと見ててよっていう自分もいる感じよ。だからまあ自分が今親になって息子がそうなったら、まあ俺はそれを辿ってきてるからさ、まあ同じかって思うけど、普通に言ったらなんか迷惑かけてたよなと今では思ってしまうんだけどね。でうちの相談に来る、相談来る中でもさ、やっぱりその親御さんの期待とか、あとはまあ先生の期待とか、まあ顧問の期待とかさのに、まあ、結構押しつぶされちゃいそうになってる子っていう相談が結構あったりして、で俺は期待っていう部分をどう考えるかっていうのを、なんていうのかな、自分の中で今期待されるのは苦しくないのよ全然ね。そうで当時と何が違うのかっていうところをちょっと考えたの。そうその時にやっぱりキーワードは失敗だなと思ってて、俺の中では。そうで当時は学生の時ね、なんで苦しかったかっていうと、失敗しちゃダメだと思ってたんだよ。絶対失敗したらいけないっていう、がっかりさせるから周りを。で例えばさ、その部活で言うと、じゃあ期待エースでね、期待されてると、で私がそのなんだろう、活躍しなきゃいけないみたいな、私がチームを引っ張らなきゃみたいな思った時に、もし試合で自分がこけてしまったとか、こけるったらね、力が出せないっていうことね、出せなかったりしたら、まあ、チームにも迷惑がかかるし、がっかりされるかもしれないし、下手したらさ、もっと言うと自分の居場所がなくなる、なんだよ使えねえじゃんあいつみたいな、なっちゃうんじゃないかっていう不安になるよね。そうでなんかそれもあったから、うちの場合、俺の場合は、まあ、母親をがっかりさせちゃいけないなっていうのがあって、そうなんだろう、完璧でいなきゃ、結果を出さなきゃいけないっていうふうに思ってたので、それがまあ年を取ってって、まあ、36にもなったからさ、年々思ったのは、毎日100点でいるなんてもう絶対無理じゃんって思ってるんよ俺は。まあ、ちょっと他の相談にも関わるとこなんだけど、結構さ、スーパーマンになりたがってる子多いなって思うことがあるの。どういうことかっていうと、ものすごいなんだろう、集中力を手に入れたいとか、ものすごい効率のいい勉強方法をゲットしたいとかさ、そんなんゲットしてるやつ探してみいるんってそう相談してくれてるみんなの周りにおるのそれはって思ったりする、まあもしかしたら、まあ、みんなの周りにはいるというか、そう感じる方はいるのかもしれないんだけれども、まあ、いろんな人に出会ってきて、そんなスーパーマンってあんまいねえぞっていうのが俺の結論なんだよね。であと、まあ、いる YouTuber、 特に YouTuber で言うとさ、やっぱ多彩な方って多くて、もう自分、俺なんか凡人だからさ平凡だから全然違うわけよ、まあ、すげえ人いるなって思うけど、で比べてへこむことはあるよもちろん、うん、あるけれど、でもやっぱりなんだろう、人と人って比べるものって難しいし、一つの定規で測っちゃいけないからさ、そうだからそれは人間違うんだから違うっしょっていう、で俺は自分に対して全然人生失敗しても構わんって思ってる人間なのよ。そう大事な場面で失敗することもあるし、例えばちょっと前やった講演会もさ、どうなんだろうね、みんなの感想を聞けたわけじゃないけど、俺の中ではすごい反省した講演会だったのね。なんかうまくいかなかった気がしていて、でもそれって本当に本当なんだろう、突き詰めるとさ、めちゃくちゃへこむのよ。だってその子たちからしたらさ、大事な時間だったわけよ。
1時間ぐらいかの交流会も含めてねだったわけで、結構な人数の前で喋ったから、分かってるんだよ、全員が満足させられるのは分かってるんだけど、でも満足しなくて飽きてさ、つまがんなかったなっていう時間を一人でも与えてしまった自分、情けねえよなって思うのはあるよ、あるあるある。でもさ、無理じゃねって思う自分がいないと俺壊れちゃうんだよね、心が。そう、気にしちゃうから、俺気にしいなんで、めちゃくちゃそうって思ってて、だから切り替えてる、いつもね切り替えてるのは結果が出せないかもしれない、ね、うまくいかないかもしれない、でもね、その戦う場面、だから俺でいう講演会をした場面とか、みんなで言うところの、わかんない、勉強する場面、わかんない、入試の場面かわからないけれども、その結果がどうあれ、周りになんか失望されたりとかするかもしれないけれども、本気でやれたなっていうふうに思ってやれる努力はしたいなって思ってるの、自分の中では。でその努力っていうところもまだ厄介で、周りの人って頑張ってるように見えるんだよ。でみんなは同じ、もし努力っていうものを数値ができたとするじゃん、ちゃんと測る機会があってさ、あなたは今日50の努力をしましたみたいなね、なんかできた時に、それができたら楽ないよ。だってさ、測って自分が今日50努力しました、あの子ね、自分がすげえなって思ってるこのデータゲットして、あ、今日あいつ40らしいよって、あ、私の方が頑張ってる、やったぜって思えたら楽じゃん。でもできないでしょ。でどう考えるかって、あなた今聞いてくれてるみんな自身の物差しで、感性で測るんよ。でその時何が起こるかって、なぜか自分の自己評価だけめちゃくちゃ低くなるんだよ。本当は同じ努力量、さっき言った同じじゃねえよ、自分が50で、そのあの子ね、憧れのあの子は40なのに、でもきっとみんなの中ではあの子は70で私は10なんだよ、きっとぐらいの差ができてるはず。そうで、その評価基準も絶対俺するんだよ、俺はそういうタイプの人間で分かってるから。だからそういう風に考えちゃう自分がいることも加味した上で、自分の、まあ、褒めるところというか、褒めるようにしてやるのね。だから自分の中ではさ、うわ全然努力できてねえよって思ってる自分は確かにいる、俺の中にいつもいるよ。グダグダしちゃった、ダラダラしちゃった時とかね。でもやることやったじゃん。あの昨日ちょうどさ、土曜日の午前中に自習室やったんだけど、あの時間で俺晩書案作ってて、で午後はあんまできなかったんだよ、仕事ね。そこだけ取り上げるとさ、うわもう午後ちゃんとしろよ俺って思うかもしれない。でも午前中やったじゃん、いいじゃん、お前のペースだよ、周りと比べんなよ、やることやった、褒めてやれよって思ってる自分もいるの。それが100にはならない、俺は。そう、そんな器用じゃないから、ならないけど、でもそれでいいんじゃねえかなって思ってる。だからちょっと話が逸れちゃったんだけど、期待に関しても、あのまずみんなに思っててほしいのは、失敗してもいいんだぞっていう、まあ、ちょっと思っててほしい。自分に言うのは難しい、難しいけど、でもみんなそうやって、あのなんかプレッシャーに感じる、期待を感じてる、例えば仲いい子がいた時になんて言う、いやそうだよ、お前失敗したら死ぬぞ、ダメだぞって言うか、言わないでしょ。大丈夫だよ、失敗したって楽しんでいこうぜ、本気でやってる姿で大丈夫だよって言うでしょ。それを自分にも言ってあげる、響かなくてもいい、でも言ってあげることが大事なんだよっていうのを繰り返していくと、36歳の俺の配置みたいにちょっとずつ変われるから。まあ今の俺しかみんなには見せられないから、きっとね、その昔からこんなんだったんでしょって思うかもしれないけど、みんなが想像してる、どうだろうな、200倍くらい、ジメジメしてました、はい、ジメジメって言うと悪いかな、でも本当そんな感じよ、だから人は変われるっていうところは、やっぱり俺は自分自身が教材になって見せていきたいし、みんなに過去のはねちょっと見せられないからあれなんだけど、そうと思ってますので、まあ、そんな風に思っていただけたら嬉しく思います。ということで本編以上なんですが、最後にちょっと1個相談がありまして、皆さん今日5月16日なんですけど、なんとあと約2週間後ですね、私9周年なんです、このチャンネル。あの6月1日が記念日なんですよね。まあその日水曜なんで、まあ、生放送するか、なんか特別な動画撮るか分かんないんですけど、なんか案ください、案ください、案あの動画でも生放送でもいいんですけど、なんかないですかね多分去年何もやんなかったんじゃないかな、忘れちゃったけど。そうなので、まあ、せっかく9周年なんでね、なんかできたらいいなとは思ってますので、
それはちょっとコメント欄でお願いします。フォームじゃなくてよろしくお願いいたします。ということで、ちょっと長くなっちゃったんですが、本日もお付き合いいただきありがとうございました。フォームはね、また今週もつけておりますので、1件しか取り上げてないからね、なかなか皆さん書いてもらったものを取り上げることは全員がねっていうのは難しいんですが、もしよかったらまたフォームの方に書いていただければ、どうだろうな、毎週最初にはちょっとこんな感じで少し答えていくっていうのをやろうかと思っておりますので、ぜひぜひまたご参加ください。はい、ということで今週のダラダラジオは以上でございます。明日からね、ちょっとはなんか梅雨になるか分かんないけど、結構天気が悪くなる日々がね続きそうなので、体調を崩さないようにね、一日ちょっとずつね楽しみつつお互いに過ごしていきましょう。ということで、ではまた来週ねお会いできたらと思います。今日のダラダラジオは以上です。また来週お会いしましょう。同じこと2回言ったけど許してください。それじゃあまたね、バイバイ。